おはようございます。1月22日水曜日の天気をお伝えします。まずは予想天気図から見ていきましょう。高気圧は離れ、前線が、通過していきそうです。それではアイコンを見ていきます。全国のお天気です。今日は西日本から天気下り坂、九州からだんだん雨が降り出しそうです。お出かけの際に雨が降っていなくても雨具をお持ちください。ただ近畿では大きなお天気の崩れはない見込みです。東日本を見ていきますと、静岡県や関東南部では雲が広がり、にわか雨がありそうです。こちらも空の変化にお気をつけください。東北の日本海側や北海道も、午後にかけて雪の降り出すところが増えていきそうです。路面状態の悪化にご注意ください。また各地の気温を見ていきますと、朝は昨日よりも冷え込むところが多くなりそうです。前日よりも気温が下がるところもありそうですので、この後も暖かい格好でお出かけください。それでは今日もお気をつけていってらっしゃい。